こんにちは、吉根さん。毎月ね、毎月毎月月末は来る、当たり前やねんって感じですよね。で、年が明ければ年末は来る、当たり前やろみたいな感じです。今年もですね、12分の1が終わってしまいました。そして年に1回の速稼塾のセールス、あれもですね、10年かかっても10回しかセールスのチャンスがないと思うとね、なんかちょっと寂しいような気がしますね。まあでもセールスしなくてもポチポチと速稼塾はね、まあ、売れてるというか、おかげさまでコンスタントに出ていますんで、またありがたいなと思いますけども、じゃあ速稼塾がなんで売れるのかっていうと、やっぱりこういう話をするからですよね、きっとね。だからどっかで速稼塾ってのがあるんだよとかね、お金の問題解決ができるんだよってことをお話しすることと、そのための事例をお伝えしていったりとか、やっぱりね、塾生さんが楽しんでらっしゃる、もしくは稼いでらっしゃる、そういうところなんじゃないかなと思いますね。特に私の速稼塾っていうのは、横のつながりを私がね、結構ね、ガシ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 やっているんで、それがね、良くも悪くも、例えばいい点は人間関係豊かになるんですよね。でも仲良くなると、なぜかね、ビジネスをそんなにしなくなる人も出てくるんですよ。どちらかというと、やっぱりね、だから稼ごうと思った時って、ストイックに自分以外は全部客と思うぐらいの強い意志を持っていないといけないでしょうね。でも自分以外は全部客って聞くと、なんか意地汚いみたいなね、とっても嫌な感じを受けるんですけど、そうではないと。自分以外の人の悩みを解決するっていうふうにこう解釈できるんですよね。だからビジネスっていうのは、人の問題解決をして、そのお礼にお金をもらう、この活動の繰り返しですからね。逆に言うと、お金を払ってまであんたに相談したくないよみたいなことを言われるってことは、ちょっとまだ信頼関係弱いのかなと。ただなら相談してあげるみたいなね、安く見られてると言えなくもないかなというところでございます。まあにしてもね、最初は、銭金抜きでしっかりと信頼関係を作るために、いろんな問題解決をするべきだと思いますけどね。その向こうに、ぜひとも頼みたいっていうふうな腰の入った案件が来るということではないかなと思うんですよ。はっきり言ってね、お金を稼ぐ方法って本当にここね、7、8年ずっとやってきて、山ほどあるなと思いますよね。ポイントサイトとかセルフバッグももちろんそうなんですけども、まあ、メルカリとかアマゾン使ったね、転売とか eBay とかね、アフィリエイトもそうだし、 FX もそうですしね、暗号通貨もそうだし、なんかその人類史上初、これだけ多くの稼ぐ方法が落ちている、しかもノウハウまで無料で落ちている、そんな時代はもうないんじゃないかなと思いますよね。まあ、だからやっぱり私も、まあ、いろんなね、ヒントをその無料の中から探し出していただいて、自分の力にして、それをさらに塾生さんにどん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 追加でお分けするってことができるんじゃないかなと思うんですよね。まあだから1ヶ月、今月もね、これからレジっていうかね、銀行を閉めるんですけど、通帳を、その入金された金額一つ一つに人のね、期待と感謝があるなと思うと、ちょっとね、2月もね、お金に困っている人どんどん解決していくぜっていう気持ちにならざるを得ないかなと思っております。だからね、速稼塾の塾生さん、ぜひね、遠慮なく稼いでくださいよ。今年はもうとんでもなく稼げたみたいなね、生涯記録を作ってください。生涯記録を、まあ、3年で1億とかっていうのは本当にね、これは奇跡ですからね。私も3年で1億はなかなかできないと思います。ただ年間で1000万とかっていうのは、それは行きましょう。年間1000万、これは行きましょう。2000万とかね、これはね、本当にね、基本動作を繰り返すだけでいくレベルですよ、これは。まだそれが実現してないからイメージ持てないでしょうけど、私もね、3年経って振り返ったら、こんなにやってきたんだと自分で思うぐらいですよ。サイト何個作ったかな、こんな1万個超えてるんだみたいなね。 YouTube 何本アップロードしたかな、うわ1万本超えてるじゃんみたいなね。振り返ったらこんなにやってきたんだなというのが、私なりの千里の道も一歩からでございます。いってらっしゃい。